はい、関光雄でございます。光る夫でございますが、嫁さんが言うのにはあんまり光ってしまへんで言われてます。まあ一つここで森口でよろしくお願いいたします。河内音頭です。よいしょ。友達が、馬ちゃん、我は気をつけよう。我の女房と
と。山梨の松永の弟のコラジロと怪しい仲やと来てはいたが、やっぱり噂取りかこのバイタミン。ひるんだ時に脇まで来られて
思わず押さえる手の中に熱い血潮が飛ばしる頭を割られてごまかな、いくら好きな男でも担任僕の心を切って叶わぬまでも向かって行こうとした時に初めて気がつく斧に抜けた俺がこの場にある限りおぬいもここに来てたのか、さては松永兄弟が思えば無念の血はたぎる途端に奥の人間より奥馬場が飛んできて、おととい恋と頭から死ぬ足元も連れてばばばばりぼけんとしたやつがどっこいしょう誰かけたら笑われる唇噛んで踏みとどまる傷口を押さえてああ私のそばまで来たときにあたりを見れば人気がない、こらえこらえたらまたの悔しいな旅なあれああ男悪い奴らがどさまって正しいものが損をする、こんな間違った世の中に神も仏もあるものか、悔し涙に暮れるのにそよ吹く風に送られて聞こえきましたあの歌、あのカーチ音頭の鼻歌はあどこかで聞いたのかよと挑む体を柳に座ってみれば向こうのあぜ道伝いやってきましたこの人は不満かの歌弟分の鬼と言われた、
実は松永で、こういうわけじゃ。そんなふなことがあるかい。女房の音が出た。明日これまで振り越されて、ここで待っていたならば、価値を整え、気が立たぬ。心配すらないような時、歌の文句じゃないけれど、生まれた時は別々でも、死ぬ時は一緒に誓った中、二人へ力を合わせて、松永一家の血の引くやつは一人残らず、叩き論のと兄弟固く決意せる。引くに引けない男の意気で十人切った。十人切りの一幕はちょうど時間となりました。お聞き苦しきその中をようこそご清聴いただきまして、踊りにくいその中をようこそ踊っていただきました。熱く御礼申し上げ、またのご縁と願いまして、それでは皆さんはご機嫌。